はい、今回はですね、オムニスフィアの第2回目になります。まず1回目ではですね、音色を選ぶというところここからですね、やったと思うんですけども、次は選んだ後のこのエディット、これに関してちょっと説明を入れていきます。で、もうこれ選んだらですね、この画面に最初行くんですけども、エディット画面、ここですね。ここでいろいろな音色が調整できると。で、最初に覚えておかなきゃいけないのはですね、このオムニにはですね、A と B という音色の概念があります。要はレイヤーされて重なってるんですね。今この音があるとしたら、2つの音色が混じってるんですね。もちろん音色によっては B がなかったりとかするものがあるんですけども、結局今だと A と B 両方とも点灯していて、かつボリュームがここで調整されているといった感じになります。ここでミュートができます。例えば今B をミュートしたので A の音色しかなりません。1個こんな音色で、2個目がこんな音色、この2つが組み合わさってこういう音色になっているという概念。あとはこの下でパン A の音色をちょっと左に振ろう、 B の音色を右に振ろうとか、2つを真ん中から出そうとか、こういう微調整も可能になってます。そしてやはりこのシンセっていうのは音量、この音量っていうのがそのシンセの特徴をかなり決定づけるものになっています。で、その音量どこからコントロールするのかっていうと、ここの右下のエンベロープスって書いてるところのこのアンプっていうところですね。フィルターとかモジュレーションとかあるんですけども、音量はアンプにしてあげないと聞いてこないので、ここ注意してください。そしてこっち見てください。 A と B ってやっぱりあるんですね。さっき説明した A、B の音量をここに変えられる、音量変化をですね、今鍵盤を押したらですね、すぐに音が出るようになってますが、これをもう少し柔らかくしたいという時はアンプのアタック、このアタックっていうのは音の立ち上がり、これ上げていくと数字が出てます。ちっちゃいんですけども、単位がセカンドになってますね。ってことはここで3にすると3秒後にマックスの音量になるから、最初は無音からこうフェードインしてくるような形になりますね。で、今 B だけだとフェードインの感じが出ないので、 A も同じように3秒にしてあげると、こういう風に交互にやっていく感じになります。で、弾いてみると、こんな雰囲気ですね。その次なんですけども、今パッドっぽい音をじゃあ作りましょう。で、まあふわっと入ってくるのは OK と。その次に大切なのが、このリリースってやつですね。リリースっていうのは、鍵盤を離した際に、どのぐらい音が残るのかってことになります。今、例えば、B と A を、0にします。これで聞いてみると、すぐ止まります。これもなんかこう、ゆっくり入ってきて、普通はこう、減衰していくのかと思いきや、スパッと止まることで意外性を作れたりとか、なかなか面白い効果が出せるんじゃないかなと。今はパッドを作りたいので少しだけ上げておきましょう。はい、まずこの2つをまず覚えておくと。で、こんな音ができたと。で、最後にグライドっていうのがあるんですけども、これもシンセで定番ですね。つけるとこのスライダーが効いてきて、1秒間かけてその音程に到達する、まあサウンド聞いていただくと、今音程が上から入ってきて、もともと鍵盤を弾いた音程に着地するっていう、それに1秒かかるよっていうことになってます。上げれば上げるほどその音程変化が、ゆっくりになって、よくこんな新鮮音ありますよね。これはこのグライドで出してあげるといった感じになります。上のソロに関してはまあベースとかによく使われるんですけども、まあ和音で弾いても単音でしかならないよと。こういう風に面白い効果が出せます。こう、鍵盤を離さずにどんどん鍵盤を足していくって感じですね。はい。というのも、ここで、コントロールできるよと。はい。そして次にですね、このフィルターっていう部分、結構重要になってきます。まあ、フィルターっていうのはシンセに必ずついていて、こう、音色を作る
という部分なんですけども、音域を削って音を特徴づけるって形になってます。そしてちょっと今弾いてみると、まあこんな感じだとしましょうか。結構オムニっていうのは音が良すぎて他と馴染まないって結構あるんですね。そういう場合はフィルターとかを使うと効果大で、でここフィルターどうやって使うのかというと、クリックしてフィルターの種類を決めるんですけども、ローパスっていうのがやっぱりシンセで一番よく使われますね。ローを通すローパスですね。なので上をハイを削るっていうことになりますね。ここでこう、まあこんだけたくさんプリセットあると何を選んだらいいかわかんないと思うんですけども、基本的にこれ全てローパスフィルターになってますので、例えばこうこのローパスを選ぶと、でこのカットオフでどのぐらいハイを削るかっていうのを決めてあげると、今だと中高音ぐらいしか聞こえないので、とりあえず B を中心にフィルターをかけてみたいと思います。まず B をフィルターかけるということは、レイヤーは必ず B にしなきゃいけない。ここでやっぱり変わるので注意してくださいね。でかける、フィルター切ってみましょう。ちょっと高音域があってトゲがあったような感じが、ここで、ローパスをかけるとマイルドになったような印象になるかなと。いかがでしょう。はい、かなりいいですね。こんな感じでこう楽曲に馴染ませていくという使い方でフィルターは使えますね。もともとこのオムニの売りっていうのは、サンプルベース、音が出来上がってるっていうことですので、一から作るっていうよりは曲に対して合わせにいく、音量をコントロールして若干音域を調整してって形になりますね、はい、で次回はですね、このアルペジエーター、これに関して説明したいと思います。結構まあ好きな方も多いですよね、アルペジエーターって。すごい簡単に使えるので、しっかりここマスターしていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じにしましょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。